メインウェザー選手の試合を盛り上げるっていうか、僕もすごい見てて楽しかったです。格闘技を多くの人に知ってもらうっていう意味でもすごくいいんじゃないかなっていうのは感じますね。次僕が試合をします。ぜひ本物の試合をご期待ください。嬉しいな。初めてのこれがのライジンの戦うでまたタイトルマッチで。ライジン入って私ずっとタイトルマッチ行きたい。だから私絶対新しいのチャンピオンになる。欲しく勝ってこいよ。逃げれないでください。私、あなた待てます。タイトルマッチやって、たまたまって声が多くて、僕は皆さんのことを裏切ったりしないんで。自分の一番のポイントで強い出る技。でも、もう立ってる、彼が立ってるやりたい、私立ってるできる。鈴木先生だったら、コンビネーションとか、オフェンス、ディフェンス教えてとか、助けてよね。私38で疲れるとか、彼がいつもそれを言わない。同じ関根さん、49ぐらいで、彼が同じも毎日の頑張ってる。でも多分、それがのポイントで一番の大事。ドリームある、みんな信じててください。分かった。もう自分でやりたいが、もうみんな集中して、信じてとか、なんで絶対できる。だから私絶対、新しいのチャンピオンになる。